からしれんこんです。お願いします。ありがとうございます。ね、はい、あので受けましたよ。貸し切り公演。いやいや、どういう貸し切り、ギュッて座ってほしいわ、それ、はい、すごいですね、はい、仲良くなれそうな人数ですね、はい、入ったばかりの新人でして、本当に何だったらバカバカ、申し訳ございませんでした、ご主人様。誰がご主人様や。どうも、アキラです。お願いします。ありがとうございますね、たくさん入っていただきまして、ちょっと早速なんですけどもね、子供の頃にやってた遊びって懐かしくてよくできてるなと思いますね。あ、いっぱいやりましたよ、鬼ごっことか。なんと矢野兵道でございます。ありがとうございます。あ、鳴りやまない、嬉しい。2階の方も嬉しいな。あ、2階の方もいっぱい入っていただいて、ありがとうございます。ね、もう嬉しいですね。ね、もうね、もう大変な時にね、マスクして来ていただいて、そうそう、ありがとうございます。もう今日なんか空席覗いたらほぼ満席やからね、これ。昭和のギャグありがとうございます、本当に、ね、受け継がな、こういうのはね。ではこちらご紹介させてもらいます。ニホンザルです。温泉使ってる。どういうことだ、ニホンザルで何をしとんねん。どうも、トップバッターのネイビーザーフロと申します。お願いします。ありがとうございます。すいません。嬉しい、温かい拍手で迎えていただきまして、ね、もう僕たち若手芸人なんですけれども、はい、まあ、ほとんどの方知らないと思いますので、もちろん知らないです。名前だけでも覚えていただきたいんですけれども、よろしくお願いいたします。向かって左ですね、はい、向かって左が僕、皆川と申しまして、皆川くんですね、はい、はい、こちらが向かって右です。どうも、まあ、名前も言ってくれよ、お前。お前ら中学生か。こんにちは。どうもよろしくお願いしますね。ありがとうございますね。元気だけど、ありがとうございますね。ちょうどいいぐらいですね。何がでしょうか。ね、ここ、はいはい、満席言うと800人入るんですよ。いや、そうです、大きな会場でね。これね、800人入られたら入られたでやる方もしんどいんですよ。プレッシャー感じるんですよ。もう笑かしてやっていう空気すごいですからね。今日は皆さんに早速なんですが、皆さんも手を挙げて参加することができるこちら都道府県クイズです。お願いします。何回もすいません。この私も長い間やっておりますんで、来年は一つ元気を出さないかんというところでね、襲名をしようと思っておりまして、桂文鎮改め桂ワクチンと、こういうこと。どうもいらっしゃいませ。どうもこんにちは。本当にかげつに来ていただきまして、誠に本当にとってもごっついありがとう。どうも、ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。ちょっとあんまり笑わんといてあげてください。お前の方や今。どうも、高野先生、よろしくお願いします。もうようこそいらっしゃいました。入っていただいて、今日クリスマスイブでね、そうですね、本当ありがたいですね。ありがとうございますね。今日は特別に高&イブでね、なんで俺が名前変えないといけないんだよ。どうも、ニューヨークと申します。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、普段は東京の方で活動させていただいているんですけども、今日は大阪難波グランド花月。ありがたいですね、来させていただきまして。ありがたいですね、この時間ね、クリスマスですからね。クリスマスですよ。お願いします。ちょっとね、僕は漫才じゃなくて、なんかいろいろこう道具をね使ってやるタイプの芸人なので、よかったら見てください。なんかこういうなの、わかるかな、見えてる。ありがとうございます。紅生姜です。女子、もうクリスマスまで364日やで、準備し始めや。怖い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 。
終わったばっかりやのに。いやいや、もうね、1年かけて準備しないといけないんですから。早いですね。ありがとうございます。お願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございますね。どうも、お願いします。どうもありがとうございます。アルバクさん、お客さん、ありがとうございます。まあ、ほんまね、コロナ一色の年みたいになってしまいましたけれどもね。でもこの2020年ってね、横文字が氾濫した年でもありましたよね。どうも、藤崎マーケットと申します。拍手。あ、嬉しい。あ、どうもどうも。素晴らしい人数ですよ、田崎さんね。あ、いらっしゃいませ。どうもね、入っていただきましてね、ありがたいことでございます。これありがたい人数ですよ、田崎さん。そうですよね。どうも、ミクボイです。お願いします。ありがとうございます。アーティングしていただきました。嬉しい、ありがとうございます。前の方も後ろの方も2階席もありがとうございます。ほんまにね、昭和の政治家さんみたいなね。違いますよ、見た目だけですから。貫禄がね、貫禄だけありますけどもね。ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。今着払いの小包をいただきましたけど、ありがとうございます。もうこんなんなんぼあってもいいですから。ありがとうございますね。あの得意です。あのってないの。あのやらへんから。いや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 。温かいお客。ふうやないんですよ。どうもこんにちは、千鳥です。お願いしますね。千鳥と言いましてね、岡山県出身 でやってる漫才師、えらい田舎から出てきてね、漫才してるんですけどね。まあこんな仕事してますからね、いろんなことをお願い事されましてね。お願い事、例えば何を。はい、こんにちは。あ、たくさんいていただいてありがとうございます。こんな時期にね。ありがとうございます。もうありがたいことですよ。ティーアップと言いまして、はい、本日の仕事、今日はここだけです。どうも、銀シャリです。お願いしますね。頑張ってやっていきたいと思いますけどもね。いや、最近ね、ちょっと思うんですけどね。何ですか。子供の頃にやってた振りってね、なんであんなわけわからんことで盛り上がってたの。子供はそういうもんですからね、わけのわからんことは楽しいみたいなのありますからね。どうもこんにちは、田中です。お願いします。ありがとうございます、ね、たくさん来ていただきまして、ありがとうございます。ありがとうございます、ね、はい、ありがとうございます。嬉しい、手振っていただきましてね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます、嬉しい、本当ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございますね、嬉しい、はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。長いよ。どうもありがとうございます。児玉さんでございます。日々でございますが、ありがとう。本当にようこそお越しをいただきました。わざわざ来てくれんでもよかったんや。なんてこと。電話したら家まで行きますね。いや、最初さ、まだまだ寒いな、なんか冬だからな。そうやな、あったまるか。あ、ええー、な、それな。ほうほう、おしくらまんじゅうやろうぜ。いや、おかしいやろ。よろしくどうぞ。どうもよろしくどうぞ。どうもでございます。よろしくどうぞ。たくさんの方が来ていただきましたのでね、大仁と死んで帰っていただけたらな。はい、勝手にどうぞ。勝手にどうかと思う。どうもありがとうございます。本当に、まあ、私もね、時間10分いただいてるんですけど、どうしますか。
どうも皆さんおはようございます。見取り図と申します。お願いします。ね、こんなご時世にお越しいただいてありがとうございます、はい、僕ら見取り図と言いまして、はい、普段は大阪でやらせてもらってるんですけども、うん、初めましての方がね、はい、多いと思いますので、うん、自己紹介させていただきたいと思います、僕が森山と言いまして、はい、相方ちょっと変わった芸名なんですけどリリーと言いますんでね、はい、よかったら覚えて帰ってもらってですね、すみませんね、ほんま ね、ね5人以上集まったらあかんって言われてるんですけどどうもようございました、原さんでございます。どうもこんにちは、キョインです。いや会いたかったよ、今日はありがとうございます。この、ね、こういう状態やのに言わせていただきまして、ありがとうございます。本当にもうね、少ない時あるんですよ。ありまんねんで、これ本当にね、1回目ご存じないでしょう、はい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 、100人いてなかった。あ、いてない時ありましたよね。もうこれぐらい入ってもらったら一番いいです、ね、まあ、ちょうどよろしいですな、本当にね。もうあとちょっと少なかったら僕がやりますね、はい、ほんまかいそれ、はい。どうもモンタインでお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。寒い中ね。寒いですね。たくさんのお客さん来てくださいまして、ありがとうございます。いやお久しぶりの、ね、方も、ね、いるかわかんないですけどもね。かちょっとあれと思ってる方が、ね、いるかもわかんないですけどね、はい、実はですね、うん、おしゃれに目覚めましてね、髪の毛シルバーに染めてます。白髪やないか。ありがとうございます。もう本当にもうね早いもんで、今日は12月の30日でございますよ。もう早いですね今年もね。西川清です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。出てきたらすぐ今日拍手していただいてね、なんか出てきてね、こうファミリーがおるとホッとしますね。いやもうね、キムムでありがとうございます、もう大盛り上がり、盛り上がり方がなんかいつもに比べてね、さすがという感じで、ありがとうございます。あ、すごい、なんかすごいですね。いやいやいや、ちょっともう、鳴り止みませんね、なんかね。鳴り止んでますよ。どうもこんばんは、吉田達志です。よろしくお願いします。アギと弟でね、一卵性の双子でね、我々やってるコンビでございますから、よかったらぜひね、覚えてください。よろしくお願いします。若手芸人でも結構いい年でございましてね。もうそうなんですよね、もう33、34ですよ。双子や、双子や、おい。いや今年も最後の最後にこうして皆様にお会いできて本当に嬉しいございます。どうも、明けましておめでとうございます。スーパーマラドーナと言います。お願いしますね。まあ我々ね、スーパーマラドーナと言いましてね、知らない方もねいらっしゃると思いますので、簡単に自己紹介したいんですけども、僕はスーパーマラドーナというコンビの竹地と言いまして、ちょっと珍しい名字なんですけども、実は僕も検査行こうかなって思ってるんですよ。もうすでになんか病気みたいな顔やろ。何の検査行く？視力検査。視力検査どうでもええわ。頑張っていきたいなと思いますけれども、改めましてユニバースと申します。よろしくお願いします。いや本当にね、明けましておめでとうで、こんなたくさん入っていただいて感謝なんでございますけれども、明けましておめでとうございますということでございましてね、すみません、新年、あ、中途半端なこと言ってしまいまして、ね、ごめんなさい。ちょっと間が悪かったです、ごめんなさい、すみません。プラスマイナスですよ。ありがとうございます。たくさんのゲストでね、本当にまあ我々はね、知名度が中途半端でございまして、本当にすごく知ってる人と知らない人とはっきり分かれるコンビでございましてね。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今年もよろしく。今年もよろしくお願いします。ありがとうございます。新年お世話になりました。新年そんなお世話になってない。そんなことないやろ。お、劇場としてはお世話になってるけどね、あんま人としてはそんなお世話になってない。いや、そんなこと、そんないきなり言う。いや、まあ、絶対にお世話、だってわしが風邪になった時なんかゼリーとか持ってきてくれる。そんな持ってこんでしょ。新年明けましておめでとうございます。ようこそお越しいただきました。もう
うわ、喜んでおります。もうこういう時期にこうしてお越しいただけるというのは、吉本興業を愛し、また出演者を本当に可愛がってる皆さん方ばかりやな。これは一つ命をかけて頑張らないかんなと、楽屋で皆が口にするものはおりませんけれども。わかる、テレビより可愛いと思ってる。わかる、テレビより細い思ってる。わかる。ごめんなさいね、ちょっとおかしな薬やってます。やってへんわ。ラニーノンです。お願いします。皆様明けましておめでとうございます。ギターを持ったコンビで覚えて帰ってください。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。私ね、こうやってギターを使ってましてね。そうなんですよ、歌を歌うことが多いんですけども、はい。あの大阪はね、マスクの仕方が変わってまして、今ナンバーの駅まで安納さん日本でしょ。マスクをね、マスクはこうしてますねんけど、はいはい、ここに穴開けてタバコ吸うよ。あかんやつ。はい、どうもよーくそお越しいただきましてありがとうございます。明けましておめでとうございます。まあ空席以外は大入り満員で、えらいもんやな、ご時世やんな。こんにちは。うわー、ありがとうございます。お正月ね、いっぱい行くか2回、本当にこの大変な時期に、ありがたいね。もう本当にあのこんだけのお客さんはまさか来ていただくと思わなかったんで、いや本当にもうこの年になってるんですけど、もう感動してね。お正月からたくさんのお客さんでありがたいですね。ありがとうございます。僕らね、7年目の芸人でね、浜田と永見でね、壁ポスターと言いますんで、よかった名前だけでもね、覚えて帰ってもらえたらと思っております。確かにね、うん、お前の言う通り、ここにドリンクホルダーがあったら嬉しいよね。言ってないわ。わー、ありがとうございます。ありがとうございます。わー、2階席まで入っていただいて、ね、ありがとうございます。嬉しいですね。いや、もうこんだけね、たくさん入っていただいたということは、はい、あ、これ皆さんもしかして何か団体さんなんですか？団体で来られたみたいです ね、今日はね。これ皆さん何か団体さんなんですか？別々みたいですね。ね、これ皆さん何か団体さん、せめて首だけでも動きませんか？おいでやす、こうかです。お願いします。信じられんね、こんな。いやいや、すごいですよ。すごいことですね、はい、おいでやす、こうかっていうね、ピン、ね、男性の方がそうやって相槌言ってますから、はい、うん、何のことでしょう。お願いします。ありがとうございます。手振っていただいて、ありがとうございます。朝からね、皆さんもうこんなご時世ですが、来ていただいて、もうずっと振ってくれ、もうずっと、もうすごいすごい、もうでも、もう持ち時間がありますんで、ずっと、なんやねんこれ。ずっとはね、意味わからないんでね。いや、映画な。どうも、明けましておめでとうございます。サキュンです。お願いします。ね、はい、いっぱいのお客さんでありがたいですよね、はい、新年早々ね、はい、私はね、漢字で滝の音と書いて、もうないかな、どこにも書いてないかな、どこにも書いてないかな、はい、漢字で、ね、滝の音と書いて、はい、滝音中コンビなんですけど、はい、こちなみに滝音知ってるよって方、知ってるよって方ね、全然知ってること恥ずかしいことじゃないですからね。まあまあ